ここからは特集です。まずはこちらをご覧ください今月3日、台湾の東部沖で地震が発生これまでに13人の死亡が確認され今も土砂崩れによる道路の寸断などが続いていますサプライチェーンにも被害が 半導体の受託生産で世界最大手の TSMC は一部の工場設備が被災ただ当日夜には地震発生から10時間以内に70%以上が復旧したと公表関係者を安堵させました翻って日本能登半島地震から3か月余り インフラの復旧などは遅れがちサプライチェーンの途絶はいつでも起こり得ることコロナ禍も経て日本企業の認識は変わりました解決策は BCP 事業継続計画の導入とブラッシュアップ災害の影響を最小限にとどめ早期復旧を目指すものです政府は2025年度までに 大企業の BCP 策定割合をほぼ100%とするという目標を掲げていますが、まだまだ届いていません。備えあれば憂いなし、現状と課題を洗い出します。ではゲストをご紹介します。企業向けに調達先の情報を閲覧、管理するソフトをクラウド上で提供しているレジリアの代表、津田雄大さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めて、 BCP とはどういったものなのか見ていきます日本語では事業継続計画と言います地震以外にも感染症、テロ、サイバー攻撃などの影響を受けた際に企業が事業を継続するために事前に定めておく方法や手段を指しますこの BCP を広げるためにレジリアではサプライチェーンの見える化に取り組んでいって数十社をサポートしているということなんですが具体的にはどういったサービスなんでしょうか はい、この画面にある通りなんですけれども、はいえっと、サプライチェーンのえつながり、えーうん、どの企業からどんな品目を買っているのかっていう情報を直接取引している企業だけでなく、はい、2次3次も含めてサプライチェーン全体を可視化してデータを管理していくような。 サービスを提供していますこれ例えば XX 化学という会社が大分工場にありますけれどもそこがどういったところと取引しているのか YY、はい、化学福岡工場専門商社へ九州工場外資 メーカーカということでいろいろそれが、はい、さらにこのわいわイ科学はじゃあどこと取引しているのかというこれマップみたいなものが見えてくるとといううことなんでですすよね、はい、そうですねそ、はいえー、直接取引している企業は分かるんですけれどもその先はなかなか分からなかったりしますのでうこういう形で直接取引している企業に自社に納入しているものに関わる2時、3時の 情報を登録してていいただくようななものになっています XX 科学としてはこの辺りは把握しているけれども例えば枝分かれした先の専門商社だったりとかは把握していない可能性があるとといううことでですすよねそうですねそただ今お伝えしたようにその大企業では BCP の策定がコロナ禍を経ても進まなかったということで、えー、ご覧の通り大企業70%程度のの BCP の策定済みということの率になっています。津田さん、この状況をどういうふうに見ていらっしゃいますか。そうですね。あのサプライチェーンっていう観点での BCP で言いますと、えー、サプライチェーンの全体像がなかなかこう見えてこないことで、えー、サプライチェーンの、えー、ビジネスのコンティニュティのプランがなかなか立てれない。うん、そもそも戦略を立てれないっていうところがありまして、はい、で、えー、とこちらのリスク管理の課題を挙げているんですけれども。 直接取引ない企業2次3次も含めた海外企業も含めてなかなかこう取引関係が見えてこないといった課題であったりだとか、はい、サプライチェーンというのは基本的にもう数,数百数千,数千社という企業が、えー、関わってこうやっているものですので膨大なデータになってしまうんですけれども、うん、そのデータがなかなか管理できなかったりだとか、えー、あとはリスクが起きた時にサプライチェーンにどう影響するのか把握ができないような課題がありまして。うん でこういった情報が見えていないことによってそもそもどんなリスクの予防をすべきかというところがなかなかこう見えてこないというところは課題にあるのかなと思います、うん、実際に大企業でもこういった課題把握できていない部分がまだまだ大きいということなんでしょうか。そうですね、はい、あのかなり多いと 思いますうんただ例えばその、まあ、東日本大震災であったりとかあのコロナ禍を経てサプライチェーンの混乱というのはよく言われていたことだと思うんですがそういった危機を経てもなかなななかかか進まないものなんででしょうかうん、そうですねあの特にあの今話させていただいた通り直接取引のしてないような企業になってくると、うん、なかなかこう情報を出すメリットというものが、えー、取引先 の企業がななかったりするるので,、はい、でそうなると、えー、どうしても2時、3時の、えー、取引先の企業が情報を出してと依頼しても出てこないということはあるのかなと思いますあの実際にレジ,アレジリアのサービス上で台湾東亡沖地震でサプライチェーンが受けた影響を示したものがこちらの動画なんですけれどもこれはどういうふうに見たらいいんでしょうか。 とレジリアあの外部と連携していまして、はい、グローバルでサプライチェーンの寸断に影響を与えるようなリスク情報を取得しています。でリスクが起きますと例えば台湾地震で地震が起きたっていうことになると台湾で地震が起きているっていうのがマップで表示されます。はい、もう一回再生し直すと出るかもしれないんですが、えー、でえっとその時にそのサプライチェーン上のどの拠点がこの台湾に位置しているのか。 とといいうここを把握していくことができます、はい、で同時にこの取引関係が分かりますのでその生産が止まった場合にどこに影響が発生するのかというところがマップで全体像が見えるというようなものになります、うん、ただこうやって企業をその把握していくのも大変なことだと思うんですけれどもどういった方法でデータを集めているんでしょうか。レジリのの特徴としては取引先の企業一サプライヤーの情報を レジリアに登録しまして、はい、その後取引先企業に ID をお渡ししていきます大企業が ID を取引先に配布していくという形なんですか、はい、そうです、はい、でそうしますと取引先企業がこのクラウド上で2時3時の情報を直接こう入れていただく、うん、そういう形の仕組みになっております。それってあの素直に 皆さん情報を入れてくれるものなんでしょうかあのレジリアンのサービス自体はですねこの取引先企業が情報を入れていただくとその情報に対してグローバルのリスクを検知してアラートさせたりしましてあとはこう納入先とのコミュニケーションが効率化するような機能もありますので情報を入れることによって便益が得られるというインセンティブ構造があるのでどん,どんどん情報が出てくるというような仕組みになっています。 逆に言うとそういった情報をやっぱりインセンティブがないとみんな登録しようというふうにはならないでしょうかそうかそですねこういったサプライチェーンのリスク管理っていうのはもともと自社のシステムで大企業が数億単位で構築をして そこで情報を入れてくれという形で取引先企業に依頼して取り組まれてきたものなんですけれども、はい、それだとデータを開示してもそれによって取引先企業が便益を得れないので、うん、一度出してもその後更新し続けられないというところがありまして<う>なのでいかにこう情報を出し続けるメリットを作れるのかというのは非常に重要ななポイントだなと思っています、うん、そういった仕組みを作ったことでこの導入企業からどんな声が聞こえてきますか。 この議事参事も含めて取引先企業が今まで見えてこなかったものが見えてきたことによって初めてリスク予防の戦略が打てるようになったといったお言葉であったりだとかあとは特に海外だとリスク情報を把握しづらいというものがあったりしますのでグローバルでのリスクの影響把握が大幅に短縮されたといった声をいいいただいていますこの後は中小企業でも BCP の策定を広げるためにどうすればいいのか考えます。